荒尾干潟は、熊本県荒尾市にある、ラムサール条約登録地の干潟である。有明海の中央部東側には、最大幅 3.2km、長さ 9.1km、面積約1656ヘクタールと、日本全体の干潟面積の40%に及ぶ、国内有数の干潟が広がっている。この広大な干潟の一部である、荒尾干潟は、 流入する大きな河川がなく、潮流によって土砂や貝殻が運ばれて堆積し、また、低潮線付近では砂が堆積室を形成する。比較的砂や貝殻が多く、有明海の他の干潟と比較し、泥は少なく、沿岸を普通に歩くことができ、ぬかるむことは少ない。五階類、貝類、小型の甲殻類が生息している。 シギチドリ類やクロツラヘラサギをはじめとする多くの渡り鳥の中継地、越冬地として知られている。様々な生物が暮らす場であり、古くから海苔の養殖やアサリ漁が盛んに営まれてきた。かつての沿岸部は砂浜の広がった荒尾台に海水浴場があり、海水浴客のため南荒尾駅が新設され、ラジオで 海水浴情報が毎日放送されるほどであったが、高度成長期の水質悪化により、海水浴場は廃止された。しかし、現在、水質は徐々に向上しつつある。干潟のある荒尾海岸沿いにはおよそ2 6トルにわたって松並木が続いている。また、毎年夏には荒尾市主催の魔ク釣り大会も開催されている。 環境省に国指定長重保護区特別保護地区に指定され、2012年7月、絶滅危惧種黒ツラヘラサギの個体数の0.1%以上を支える湿地、ズグロカモメの個体数の1%以上を定期的に支える湿地などが登録条件を満たしたとして、ラムサール条約に登録された。渡り鳥の有数の平市として知られている。シギッ鳥類は、 秋から春にかけて飛来し、中継地、越冬地として、荒尾干潟に滞在する。秋期には白千鳥、木足市議、大前、当年、ソリハシ目ぎ、メダイ千鳥など、冬季には浜シギ、浜市議、白千鳥など、春季には、大ソリハシ木足市議、大前などが多く見られる。白千鳥は、荒尾市に唯一繁殖する鳥であることから、死の鳥に選ばれている。 2008年に環境省が実施したモニタリングサイト1000、シギチドリ類調査では、荒尾干潟のある荒尾海岸で6492羽ものシギチドリ類の飛来が観察され、これは全国2位の波数であった。その他、環境省のレッドリストで、絶滅危惧一 B 類に指定されているクロツラヘラサギや、同じ国類のツクシガモ、ズグロカモメなど、 多くの貴重な渡り性水鳥をとっても大切な越冬地となっている。河川の運ぶ土砂には有機物が豊富に含まれており、間質と水没が繰り返される中で激しく拡散され、絶えず巻き上げられて海水と混ざる。豊富な有機物を含んだ海水は海藻や無数のプランクトンを養い、そして五海類や二枚貝などの低生生物がそれらを捕食し、さらに シギチドリ類などがその定性生物を捕食し、豊かな干潟は維持されている。また、定性生物の活動により水質は浄化されている。近年、水質の悪化による赤潮などの発生や、資源の減少などで漁獲量が減少しているため、漁業組合が中心となって、干潟の工作や砂をまくなどの再生事業を行っている。荒尾市では、荒尾干潟が、 ラムサール条約に登録された7月3日を記念し、この日を荒尾日形の日と制定。市では荒尾日形の日を中心に、日形の重要性の普及啓発や環境保全活動等に取り組んでいる。熊本県は熊本みんなの川と海づくりでを制定し、毎年8月に有明海八代海再生に向けた県民運動の一環として、 県や市町村などが主催し、住民や漁協、企業などと共同して川や海を一斉清掃する活動を行っている。熊本県荒尾市荒尾27、ありがとうございます。